東京都北区の味の素フィールド西ヶ丘です。 JR 東日本カップ2016第90回関東大学サッカーリーグ戦第11節です。西ヶ丘上空は青空が広がっています。そして強い日差しが差し込んでいます。午後1時30分現在気温は32度と暑い中で試合が行われそうです。第1試合に引き続きまして今日はこの西ヶ丘晴れ間が広がっておりまして、この第2試合も暑い中でゲームが展開されそうです。ここ西ヶ丘で2試合が行われることになっております。第2試合は流通経済大学対桐蔭横浜大学の一戦です。流通経済大学はここまで勝ち点11の11位と降格圏に入っています。5月14日の第7節筑波に1対0で勝ったのを最後勝利がなく、前節の慶応大学には2対2の引き分け、終了間際までリードしていましたが最後の最後に失点し追いつかれて無念のドローとなってしまいました。今日こそ勝ち点3を挙げて後期につなげていきたいところです。一方の桐蔭横浜大学は前節駒沢に2対1で勝ちまして連敗を止めました。5月の不調を取り返すべく今日も勝って少しでも順位を上げていきたいところです。桐蔭横浜も混戦の真っ只中にいまして勝ち点3を挙げれば再び上位に上がることができます。どちらも後期のために今日の勝利が必要不可欠となります。こちらも激しい戦い、玉際の攻防が非常に楽しみな試合となりそうです。両チームの選手がハイタッチを交わしまして円陣も
組まれまして、まずは前半45分気合を入れて試合に臨むところです。左にエンドを取っておりますシルバーのユニフォーム流通経済大学、そして右にエンドを取っておりますブルーのユニフォーム東院横浜大学です。まもなく前半45分が始まります。流通経済大学のキックオフで試合が始まります。今主審の笛が吹かれまして前半45分がスタートしました。前半は左から右に攻めますのがシルバーのユニフォーム流通経済大学、そして右から左に攻めますのが青のユニフォーム東院横浜大学です。中盤の競り合いから琉慶が左サイドから抜けていきます。ここはディフェンスがクリアしてもう一度ボールを拾っていきます。キャプテンマークをつけています吉森が前に送りました。そして森田です。日高、森田、塚川がつないでいきますがここはクリアしていきます。もう一度前に送っていきます琉慶。ここは伊坂、戻して真鍋が前に送ります。ボールを拾っていきます藤原、ここはゴールキーパーの帯に回して送っていきますがこれはタッチを割りました。スローインは東院岡間大学です。ボールを入れまして剣、大サイドから抜けていこうということですが、ここはボールを取りました。前に送ってここは宮津を走らせます。どうやらファールがあったようです。フリーキックは流通経済大学、失礼しました、東院岡間大学になります。エリアの外からボールを蹴りますゴールキーパーの田中雄大です。頭で受けます、あ、これはファールがありました。流通経済大学のフリーキックです。ここはゴールキーパーの帯が出てきました。ボールを蹴りました。スロー、タッチ割ってスローインになっています。タッチ割ってスローインは東院横浜大学。つないでいきますが左サイドから、これは倒されてファウルになります。フリーキックは東院横浜大学。ここはフリーキックになります。ボールをセットしました石川です。中央から頭出していく、決まってました。セットプレーから先制、東院横浜大学。頭でうまく合わせていきました剣のゴールです。手元の時計で前半の5分です。剣はリーグ戦初ゴールになります。前節
駒澤大学に勝ちまして連敗を止めました東院横浜大学、その勢いでこの琉慶にも開始早々の得点となりました。ファウルになります。フリーキックが東院横浜大学になります。第1試合の明治日体大に続いてこの第2試合も開始早々のゴールということになりました。ゴール前運んでいきます。前に送っていきますがこれはタッチを割りました。タッチを割ってスローインは流通経済大学になります。右サイドが繋いできますが久保、タッチを割ってスローインは流経、前に送っていきます。タッチを割ってスローインは流通経済大学、ボールを入れます。久保が受けて右サイドからつないでいき運んでいきます。これはゴールキーパーが抑えます。それでは流通経済大学対東院横浜大学、両チームのメンバーをご紹介いたします。まずはシルバーのユニフォーム流通経済大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー22番オビ・パウエル・オビンナ、ディフェンダー27番黒沢、34番小野原、35番藤原、5番森田、ミッドフィルダー16番久保、4番キャプテン塚川、36番吉森、38番日高、フォワード18番秋、37番宮津です。リザーブゴールキーパー1番松岡、ディフェンダー15番今津、ミッドフィルダー6番中谷、24番原岡、32番相澤、フォワード8番森永、10番ジャーメインです。流通経済大学率いますのは中野雄二監督です。一方の青のユニフォーム東院横浜大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー1番田中雄大、ディフェンダー8番佐々木、18番八戸、28番真鍋、2番剣、ミッドフィルダー6番那覇田、14番山下、10番石川、27番伊坂、フォワード11番鈴木、20番浅川です。右サイドから攻め込んでいきます。ここでボールを奪いました。選手の紹介を続けます。リザーブゴールキーパー21番三浦、ディフェンダー3番時田、26番内越、ミッドフィルダー5番林、7番与田、19番浅沼、フォワード9番今関です。東院横浜大学を率いますのは八代修監督です。左サイドからクロス、ファーサイド、ここはゆっくりとタッチを割ってスローインは流通経済大学です。なおこの試合の審判は主審梅田智樹、副審原田和樹、田辺慎之介、第4の審判員山崎光介、以上4試で行われています。前半の8分が経過しております。1対0と東院横浜大学がリード。前半の5分にセットプレーから剣のヘディングシュートが決まりまして1点を挙げています。1点を追いかけます流通経済大学、ファウルがありました。フリーキックは東院横浜です。流通経済大学今日のメンバーを見てみますと、このリーグ戦初出場がなんと6人もいます。先日の JFL 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎が参戦しておりますが、ファーストステージ優勝を飾りました。その時のメンバー、そしてこのリーグ戦に、登録変更という形を取りまして、今日の試合で6人が起用されています。
ゴール前攻め込んでいきます。シュートを打っていく、腕を伸ばして押し込んで決まりました。2点目を挙げました東院横浜大学。詰めていました浅川のゴールです。ゴールキーパーの帯が弾いたボール諦めずに詰めていきました。そのこぼれ球を押し込んだ浅川のゴール。前半の10分です。早くも2点を挙げました東院横浜大学。JFL のファーストステージ優勝メンバーを今日は起用しての流通経済大学なのですが、早くも2点を失う格好になっています。なおも攻め込んでいきます東院横浜大学。ここは振り切る形になりますが、しかし伊坂中入れて、ここはヘディング返す。もう一度つないでいきます。ここは浅川追いつきません。ゴールキーパーが出てきました帯です。6月5日にファーストステージの最終節が行われましたが、まあ、その時の FC 大阪戦に出ていましたメンバーの中に今日キャプテンマークをつけております吉森、それから左サイドの日高、フォワードの宮津、そしてディフェンダーの藤原といったところも今日は試合に出場しています。ある意味その優勝をしたメンバーを今日は起用してきているこの流通経済大学。優勝のその実績をこのリーグ戦をかに勝って今日は出場させているわけですけれども、東院横浜大学がそれを嘲笑うかのようなこの2点を挙げておるここまでの展開です。フリーキックは流通経済大学、チームキャプテンの今津、それから今日久保、さらには前節出場の秋といったところもメンバーには起用されていますが、さあそのうまく融合させてここから巻き返していきたいところです。攻め込んでいきますがこれは跳ね返されます。ルーズボールを拾って石川から鈴木から伊坂、伊坂がドリブルで突破していく、なお持ち込んで、ここは浅川には取らない、跳ね返したところをもう一回中田が拾って今度は右サイドから佐々木です。うまくつないで中が抜けていきます。そして伊坂がスルーしてシュートを打つ、ここは鈴木のシュートをセーブしました帯です。コーナーキック、前半1本目のコーナーキック、東院横浜大学右サイドから蹴ります。ボールを蹴ります山下です。左利きの山下、インスイングのコーナーキック、流通経済大学はご覧のようにマンツーマンディフェンス、かなり中央の位置で固まっています。頭に合わせていきますがこれはクロスバーの上。みんなで一番ずつして、長門と運動会ということで、
県庁の問題もありますよ。本日は同期リーグの締め作りの協力ということで、締め作りというところはどのようにしようと思います。いい形で全て終わりたくないまだ大事な話を全部聞いていかなくて、では最後に、今からアニメが始まってくると思うんですけれども、今後どのようなことを意識して練習していくかと思います。暑いと思うんで、これ相手より走り勝てるような練習をみんなで終わらせて、まず勝ち負けなくていいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。